災難だぞ。え？こんにちは。園長先生、どうなさったんですか？実はうっかりその石を踏んでしまいまして、腰をひねってこの始末です。ああ、まだ掃除してなかったから。大丈夫ですか？立てますか？ええ、なんとか立てます。無理なさらない方が。今車でお送りいたしますから。しまった、車検に出したとこだった。いいですよ、少し休めばなんとかなります。じゃあとにかく中へ。副園長先生、お出になりません？買い物にでも出てるのかな。携帯は？私も家内も持ってないんですよ。タクシー呼びましょうか？ああ、ちょっと散歩に出ただけなので小銭しか持ってなくて。お貸しします、ご心配なく。いえいえ、そういうわけにはいきません。とりあえずゆっくり行ってみますよ。はあ、あたたたたたたた。ほれ、これ。ひまちゃん、起きしたの？園長先生ですよ。こんにちは、ひまちゃん。ここはちょっと、こちらへどうぞ。いえ、お気遣い無用ですから。ちょっとお待ちください。すぐに片付けますので。どうぞお構いなく、私はどこでもいいですから。あ、すぐですから。あ、おじさん、腰痛い痛いしちゃって。お待たせ。今何やってんの？お世話かけます。とんでもない。お年寄りの介護って大変でしょうね。え？ああ、いや、その園長先生のことじゃありませんよ。私なんかちょっと買ってきます。あの、お構いなく。園長先生ってお好きな食べ物は何かしら？カニ。お？野原さん、宅配便です。お留守ですか？どうしました？大丈夫ですか？入りますよ。この家の人は留守です。また来ます。ばあちゃん、おかえり。ただいまだろ。おかえり。お菓子一つにずいぶん時間かかっちゃった。園長先生、すみません。もしや高倉さん、ご家族がいらっしゃいましたよ。元気そうね。父ちゃん、早く退院してね。犬の坊太郎も連れてきましたわ。クワーン。若い奥様ね、借金たくさんあるって聞きましたけど。笑うと腰痛い。あなたたち、園長先生は腰が痛いんだからこっちへ来てなさい。いいんです。え？超リアルなおままごとだったわ。母ちゃん、うつや。しまった、少ししか買ってない。みんな食べよう。ほら、しんちゃん。でもお団子3本しかない。足りないぞ母ちゃん。だってさ、みんな来てるとは思わなかったから。組長はどれにする？園長です。先生は残ったやつでいいですよ。園長先生はプリンが大好きなんだよね。そうだ、お団子一串に4個ついてるから。外して分ければいい。あってもいい。野原さんちに？怖かったです。そりゃ大変。主人のですけど、
先ほどは本当に失礼しました。いえいえ、こちらこそお世話になります。おや、手が。じゃあここを。ああ、大変。はい、組長。ありがとう、しんのすけくん。園長ですけど。そうだ、皆さんで少しずつ食べましょうか。まずはしんのすけくんから。いやー、俺そのさっき毒味したから。毒味ってお前な。はい、お待ちしてますから、よろしくお願いします。副園長先生すぐいらっしゃるそうです。連絡ついてよかったわ。すっかりお世話になりました。どういたまして。お前は何もしてないだろ。むしろお邪魔だったわよね。それほどでも。褒めてない。すいません。あ、パトカーだ。こっちに近づいてくる。何か事件でもあったのかしら。そんな心配することなんてないわよ。うちは全然関係ないんだから。すいません、すいません、すいません、すいません。謝りすぎて腰が痛くなった。え、すいません。うん、